皆様おはようございます。桜ブックマークスのひろみです。今日はバレットジャーナル12月のセットアップをしていきます。すっかり冬らしくなりましたが、皆様元気にお過ごしでしょうか。12月のテーマはクリスマスにしました。ヒイラギを描いていきます。赤い実を描くだけで一気に雰囲気が出ます。12月のデザインは可愛いモチーフが多いので悩んだんですけれども、あれこれ描いてるうちにシンプルデザインになりました。ささっと描きやすいと思いますので、よかったらご参考にしてください。表紙ページ完成です。次はマンスリーページです。12月の横に小さなツリーを描きました。月曜始まりで線を引いています。この線を引くだけで1週間の予定が見やすくなりました。薄いペンを使って下書きをしています。下書きの枠の中に文字を書きます。文字周りの飾りをリースにしてみました。茶色いのは松ぼっくりのつもりです。次は YouTube のページです。プライベートとは別にお仕事や趣味のスケジュール管理としてお使いください。右の小さなカレンダーにはいつも励みにしているチャンネル登録者さんの人数を書いています。この YouTube ページですが、ページを右にスライドするとマンスリーページと照らし合わせながら予定が立てられます。詳しくは11月のセットアップ動画の最後の方をご覧ください。右は YouTube のアイデアページです。次は週間トラッカーとお休みトラッカーのページです。今回はこちらの折り紙を使用します。使用した文具などは概要欄に記載しておきますので、気になる方はご覧ください。折り紙にマスキングテープを貼って適当な大きさにカットします。糊を塗って貼ります。
ノートの端ちょうどより1ミリ以下でも手前の方が剥がれづらいです。同様に左ページも貼りました。前回の動画で使って以来、白ペンにはまってます。以前にも他の動画で説明しましたが、カレンダーを書くときは2桁の数字から書いた方が字幅が安定するのでおすすめです。1桁の数字から書くと2桁の数字が詰まりすぎて見づらくなったりします。よろしければご参考にしてください。今回は1つのカレンダーで2つの習慣を兼用にしました。日付の上からチェックボックスのようにして、筋トレをした日は上の三角を塗ります。ヨガをした日は下の三角を塗ります。両方できた日は四角になります。右ページはお休みトラッカーのページです。睡眠時間を線で引いて使います。ムードページに入りました。セットアップ後半です。このページは1日の終わりにイラストをその日の気分の色で塗っていきます。11月に初めてイラストを描いたら楽しかったので、今回も描いていきます。シンプルに丸だけのデザインも10月のセットアップに載せていますので、よろしければそちらもご参考にしてください。プレゼントと靴下の絵ですが、平日は靴下、土日はプレゼントにしてみました。週末が待ち遠しいです。気分を5色で表していきます。塗り方ですが、1色で塗りつぶしたり模様を描いたりすると全体的に可愛くなると思います。こちらは食費以外で使ったお金をメモしておくマネーページです。マネーページだけはお給料日から始めた方が管理しやすいのではと思いまして、今月から少しフォーマットを変えてみました。節約もできたらいいなと思っております。最後に各種カードの支払いなどを書いておくマネーページです。カード会社ごとに支払い日を書いて間違いのないようにしています。この次のページから12月1日のデイリーページが始まります。12月のバレットジャーナルです。表紙ページ、マンスリーページ、 YouTube のページ、週刊トラッカーとお休みトラッカーのページ、ムードページとマネーページ、支払い管理のマネーページ、以上、バレットジャーナル12月のセットアップでした。この動画が面白かった、参考になったという方は高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。サクラブックマークスのひろみでした。